松潤さん、 YouTube の使い方本当に慣れてきましたよね。コンテンツの作り方ってまさにそれなんですよ。何かね、うまくいったことだけを発信するのもありなんですけども、まあ、失敗しちゃったなってことを、ね、発信するのも OK なんですよね。まあ本当に今回はヘッドセットの使い方みたいな感じの動画なんですけども、同じようなね、考えをお持ちの方とか同じようなご経験をお持ちの方にものすごく刺さるんじゃないかなと思いますし、松潤さんのお人柄が出てていいですよね。ちなみにこのメガネ覚えてます？ここにこのレンズがついてるね松井さんのなんかその不思議なメガネでございます。撮影できるというね、もうドア入ってないんでただ映るだけなんですけども、篠沢教授みたいですね。篠沢教授に3000点。まあここに SD カードを入れるスロットルがあるんですよね。こっちだったかな、どこだったかな。でここ充電する穴があって USB で、ここにねカードを入れて、ここにカメラがついてると。まあ買ったはいいんだけど案外ねやらないですねこれね。案外撮影いかないですね。というのもこうやって撮影してても撮影できてるのかどうかあまり自信がないんですよ。どっかこうピコーンと光ればいいんですけども、光ったら光ったでなんかいやらしい何メガネじゃないのっていうふうに警戒されるんではないかなと想像して使いにくいところもあったりね。で私がこうねたまにかけるこのメガネですけども、これはこれ、ね、レンズが入ってないんですよね。ただ変装メガネという、これ八尾純一っていうね、私のね UFO 研究家になる時のメガネでございますまあこんな感じでね、いろいろと楽しませていただいております。で松潤さんのヘッドセットではないんですけども、私はねすごくいいシェーバーを紹介します。これねヤフーショッピングで買うんですけども、 USB で充電できる1000円前後のシェーバーなんですよ。まあ時によっては2000円ぐらいになります。パカッとね、なんかアップル製品みたいでしょこれ。でこれでポチッと取れると。でこれをまあオフィスのデスクの上とかね、それから自転車のポーチの中とか、まあ車のダッシュボードに入れとく、いろんなところに一個ずつ置いとくんですよ、旅行バッグとか。そうするとねどんな時でもヒゲが剃れるというね、そんなお得アイテムございます。そしてこれを初対面の人にプレゼントすると、男性だったら必ず喜ばれるんですよ。これいいじゃんみたいなね、そのこんにちはって言ってね初めて会って、その日帰るところでもう使えるみたいなね、帰り道に。そんなこともありますんで、どんどん紹介していきたいと思いますね。であとね、アラフォーが近づくと、アラフィフか、50代が近づくと体臭っていうのがね割とね若い女性に敏感にかかれちゃうんですよ。だから体臭を気につけないといけないということで、これレグノスっていうね、こちらの方もヤフーショッピングで買ったんですけど、これ2000円ぐらいですかね。これね香水でもなんでもなくて、こうクリームみたいなやつで、これが香料なんですよ。でこの辺につけとくとかね、この辺につけとくと、まあふわっとね、いやらしくない香りがするんですよ。どちらかというと脱臭の意味でつけとくといいんですけども、まあおじさん独特の匂いはなりを潜めて、女性に心地いい匂いがするらしいです。これはね女性の方からお勧めいただいたんですよ。これをつけたらいいんじゃないのっていうね。うん、まあそれで実際これなかなかいいなと、うん、あのねまあこうなんですかね、まあ、おじさんに近づくとおじさん臭が知るっていうふうにこう構えるみたいなんですけども、あしないみたいな感じで思われる。でそこですでに好感度らしいんですよね。まあそういったふうに YouTube でいろいろといいもの悪いものを紹介するのもまた一つですよね。ちなみに今日は淡路島クリームサンドをレビューしようかと思います。じゃあ松潤さん、これからもいろいろお願いします。